タイヤもやはりピットインの時にスリックに変える時期もあるわけですね。ちょっとまあここまで濡れてますね。これヘアピンは乾いてるように見えるんですけど、1コーナーの突っ込み、あと試験員手前の 300R なんか相当濡れてますから、はい、今1台 LD3 クラスですかね、試験の立ち上がり、クラッシュしているようです。こちらがマツダ757、堅実に走ってますね。もうルマンを目指すという、もうそれこそルマンだけを目指しているチームですから、はい、マイペースですね、もうそれでも速いですからね、はい。現在、7、8番手ですかね、はい、マツダよく検討しています。現在2番手を走ってますカーナンバー100、2セクトラストポルシェをチャージしてますね。カーナンバー16のレイトンハウスポルシェ、これで抜けば2番手に上がるというところです。そうですね。さあ再び2位争い、ポルシェ同士の戦いです。まあ、この辺も晴れたところ、まあ、路面が乾いたところを走ればいいんですけども、まあ、レインタイヤ履いてますんでね、はい、その後負担が多くなるんで、タイヤとのライバルもいるし、タイヤとの駆け引き、はい、両方難しい兼ね合いのところです。まあ、こうやってレイトンが今ライン外してますね。もうそろそろタイヤが、それでも突っ込んできますね。まあ、ちょっと上がったりしてます。これはマイドラー選手ですね。これで、レイトンハウスポルシェ2位に上がったわけですね。相当意地を見せるというか激しい走りです。はい、トップはミノルタトヨタ 87C。そしてこの辺、試験の仕込み入口、まだ水だいぶ溜まってますね、はい、他は乾いてるんですけども、この試験の仕込みで石コーナーの仕込み、この辺がこれからの鬼門になるんじゃないですか。周回遅れの遅い車が絡んできますね、はい、おっとこれはレノマポルシェがスピンですね。もう この頃になりますとね、はい、乾いた路面と濡れた路面、まあ、これ1コーナーなんですけども、ここまだすごい水しぶきですね。そうですね。でこの辺からもう路面が乾いてくるんです、はい、もうドライバーにとってはもう走りづらい、難しいコースになってますね。そうですね。それでは現在トップを走行中のトヨタチームトムスに、今シーズンから強力な外人助っ人ドライバーとして加わった元 F1 チャンプアラン・ジョーンズ選手にレース前にインタビューしてあります。それをご覧ください。アラン・ジョーンズ、27歳という年齢で四輪デビューを果たした彼の頂点への道のりは意外に短いものであった。わずか7年で F1 世界チャンピオンを獲得してしまったのだ。そして翌年彼は突然の引退を表明、レース界から姿を消してしまう。だが彼の中の闘争心はレースを忘れはしなかった。1985年、 F1 にカムバック、そして今年トヨタチームトムスのエースとして日本で走ることを決意した。I retired because I have been doing Formula One since 1975, and I retired at the end of 1981, which was obviously 6 years. And after you have been like this for 6 years, you get tired, and I needed a rest. Because I wanted to continue racing, I didn't want to stop altogether, and I was exploring the different possibilities. And when I received a phone call from Tom's representative in Great Britain, I thought about the offer and I thought, well, that's just what I need. That will suit me very well. Because it's only 8.5 hours flight from my home, 1 hour time difference. I can commute without any problems or no jet lag. And so it appealed to me very much. Well, it's the Japanese racing is very competitive. There's some very good cars here. There's some good teams, good professional teams here. I'm enjoying it. It's so far, I mean, this is only my second race, but I'm enjoying it. Well, I think the potential of Toyota, I mean, what is the potential of Toyota? I think it's a very big potential. That's why I'm here. I think the 87C is only the start, and I think that from what I've seen so far, there's a tremendous amount of potential, and I think with the expertise and the technical backup that Toyota obviously have, I think it's only a matter of time before we're beating the Porsches easily. Well, hello. I'd just like to say hello to all the Japanese racing fans out there, and look forward to seeing you from time to time at the odd races that I do throughout Japan.
熊谷さん、ジョーンズ選手自信満々って感じですね。そうですね、あの人の絶頂期80年81年と、F1 で彼の走り見ましたし、はい、昨年85年オーストラリアで、F1 復活の時もこう見たんですけどね、その走りっていうのは極めてその落ち着いたというか、絶対無理をしないこじらない走りなんですね、はい、それだけに耐久向きのドライバーじゃないかなと思いますね。これは100番、トラストポルシェピットインですね。エンジンルームからかなり湯気のようなものが出てますね。そうですね、ちょっとオーバーヒート気味なんですけれども、はい、水をついてますね、はい、この辺ですね、エンジンがガソリンをだいぶ薄く混合比を薄くしてますんでね、どうしてもエンジンの発熱量が高くなってしまう、はい、そういう状況ですね。こちらもそうですね、アドバンもそうですね、もうできるだけ燃費を稼ぐためにガソリンを混合比を薄くしていくわけです、はい、そうすると自然にエンジン温度が上がってしまうという状況です、はい、そして、これはトップを走りますカーナンバー36、ミノルタトヨタ 87C。 雨は上がってるんですけど、前の車が上げる水しぶき、それでワイパーを動かしています、はい、そろそろピットインするようですね。これはもう規定のピットインですね、はい、もう完璧にそのシステム化されてますので予定通りのピットインです、はい、さていよいよアラン・ジョーンズ選手が乗り込むようですね。はい、乗りますね。さあどういった走りを見せてくれるか楽しみですね。彼の言った通り、その序盤の濡れたところは、ジェブリース選手、はい、関谷選手を流して、はい、乾いてきたところで変わる、これもチームプレーですね。そうですね、それではドライバーチェンジしたばかりの関谷選手に話を伺ってみます。それでは関谷選手にインタビューしてみたいと思います。お乗りになってた時にちょうど雨から雨が上がる時期で大変難しいところだったと思うんですけども、乗ってていかがでしたか？本当に大体なんとなくドライでいけるんじゃないかっていうね、ピットでもそういうあれで、それからドライに変えたんだけど、ドライなら結局は早かったけど、今調子いいし順調にいってますから、このままいければ。ミノルタトヨタは2位でレースに復帰しました。これはシケインのところですか？そうですね、立ち上がりですね、タイヤ飛ばしたのでレノバポルシェ未然にありませんね、はい、トップグループそれぞれ相次いで、ピットインをする中、トップに立ったのはカーナンバー16レイトンハウスポルシェ、かなりいいペースで周回を重ねているようです。はい、会長ですね、はい、そしてアラン・ジョーンズがドライブしますミノルタトヨタ 87C、 どういったドライブを見せてくれますか？現在トップはカーナンバー16レイトンハウスポルシェ。僕が夢の中にいる間も男たちは夢を追いかけていた。モータースポーツは今が旬です。ポテンザリッジストーン新型スターレックだ。電光石火のカットビだ。Everyone understands an outstanding deal when you hear that prices on high-quality name-brand video equipment, stereos, and home appliances are reduced at the rate of 20, 30, 40, and even 50%. The interpretation is simple. Go see Alex. Everyone understands an outstanding deal when you hear that prices on name-brand air conditioners, refrigerators, and other home appliances are reduced at the rate of 20, 30, 40, and even 50%, the interpretation is simple. Go see Alex. レースは120周を回ったところ、トップはカーナンバー16レイトンハウスポルシェ、2位にはカーナンバー36ミノルタトヨタ 87C、
そして3番手に日赤トラストポルシェ、4番手にプロムエポルシェ、そして5番手に上がってきました、カナンバー23、日産 R86V、そして、6番手にはカナンバー202、マツダ757、そして、7番手に、LM07C トヨタ、8番手にアドバンポルシェと続きます。熊谷さん、これは2番のレノマポルシェですね。さっき直線で音がバラバラ言ってましたからね。そうです。こちらでも、トヨタ、スピンですね。そうですね。あ、今度は日赤ポルシェですね。ですね。いや、各社それぞれコーナーでスピンしてますが、これやはりコースコンディションが今ちょうど中間っていう、ウェットとドライの中間ということなんでしょうかね。はい、みんなもう、スリックタイ変えてますね。はい、それでちょっと路面はまだ濡れてる部分もあるということで、はい、コントロールしにくい面があるんじゃないでしょうか。